まあ、ああ、マイクで、あ、今は大丈夫、今は大丈夫です。これはね、カメラ関係ないけど、こっちです。ネットはどういう辺ですか？ネットはこれとこれが撮ってるんで、はい、全員撮ってます。先生方のは映ってる？はい、映ってます。ツイキャスは先生ですね。あ、で、郵送は、あ、はい、こっちで撮ってます。あ、わかりました。保存される方はこっちに、今だけのやつは先生の顔に。はい、大事です。お前、車の鍵貸して。私な。ちょっと出るからさ、後ろにいるかさ。本当に仕事持ってるよ。分からん。なんだっけ、今の車持ってたし。ブレーキ半です。先生、一言お祈りします。お父様、ありがとうございます。再生協会でのラジオを祝福してください。李先生、奥さんもチャン先生を招くことができました。感謝します。イエス様、働いてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。30秒前ですね。最初私が下げたりしますので、ね、大丈夫。FM 小座をお聞きの皆さん、おはようございます。3月17日火曜日、時刻は11時を回りました。これからの時間はハイサイ教会デービルをお届けいたします。お昼前のひととき、12時までの約1時間、どうぞごゆっくりお楽しみください。この番組は皆さんの身近にある中部地区の教会を紹介する番組です。教会ってどんなところ、何をするところ、誰が行くの、誰でも行けるの、また牧師さんってどんな人なの、などなど。教会は非常に身近にありながら、実は多くの人が教会のことをよくわからないのではないでしょうか。教会は本当は皆さんのためにあり、地域の役に立つように存在してるんですよ。そこで皆さんによくわかってもらうために、この番組をお届けすることになりました。中部地区の教会の牧師さんをゲストにお迎えしてのトーク番組です。
またゴスペルミュージック、賛美歌などの素敵な音楽もおかけしますよ。この番組に関するお問い合わせ、ご意見、ご感想などがありましたら、お電話またはメールでお寄せください。電話番号は 934-8653、 934-8653 です。メールアドレスは 761@fmkoza.jp、 761@fmkoza.jp です。ぜひご意見ご感想をお寄せくださいね。お待ちしています。この番組はインターネットのユーストリームでも配信しています。 FM コザのホームページを検索するとトップページから映像と音声を楽しむことができますので、どうぞご覧ください。それでは初めに聖書をお読みいたします。今日の聖書の箇所は詩編98編1節から9節までです。新しい歌を主に歌え。主は苦しい技をなさった。その右の御手とその聖なる御腕とが主に勝利をもたらしたのだ。主は御救いを知らしめ、その義を国々の前に表された。主はイスラエルの家への恵みと真実を覚えておられる。地の果て果てまでもが皆我らの神の救いを見ている。全地よ、主に喜び叫べ。大声で叫び、喜び歌い、褒め歌を歌え。盾ごとに合わせて主に褒め歌を歌え。盾ごとと歌の調べに合わせて、ラッパと角笛の音に合わせて、主である王の御前で喜び叫べ。海とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものよ、鳴りとどろけ。もろもろの川よ、手を打ち鳴らせ。山々もこぞって主の御前で喜び歌え。確かに主は地を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き、公正をもって国々の民を裁かれる。はい、皆さんおはようございます。ハイサイ教会デビルの時間です。今日も楽しく1時間生放送で皆さんの身近にありますキリストの教会を紹介いたします。パーソナリティは那覇で牧師をしております山内です。今日も皆さんの身近にありますキリストの教会の牧師、今日は素敵な夫婦をお招きすることができました。どうぞ皆さん最後まで楽しくこのユンタクをお聞きくださいますようにお願いいたします。特に今日は私たちの隣の国であります韓国から日本沖縄のためにわざわざ来て宣教し、また皆さんに使えるために来たわけであります。素敵な先生ご夫妻をお招きました。
はい、早速ですけれども挨拶をしたいと思います。いい先生おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、はい、奥さんのチャン先生よろしくお願いします。はい、おはようございます。おはようございます。はい、ということでですね、このように素敵な先生方を招きながら、はい、韓国のお話やら日本のお話、沖縄のお話、今のですね、合わせではなくて余儀でした先生ね、はい、沖縄市余儀にあります教会のね、はい、紹介をしていきますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、その前に、韓国で生まれた素晴らしい、賛美歌ゴスペルをお聞きしたいと思います。君を愛されるために生まれたかな。はい、それを聞いてからですね、ユンタクしていきます。よろしく。そして先生に、教会の紹介、主の香り教会。先生カメラあっちのカメラで撮ってたよ、先生のカメラ。カメラいつもあっちごとしてた。名刺もらったらいいよ。あ、名刺。この名刺がいい。はい、名刺あります。一緒に撮らない。はい、ありがとうございます。はい。この曲あと3分あるんですけど、途中で入ります？落としてね、そして話入ってくださいね。これ持ってきてしまう、すいません。コマーシャルもあるから、あ、じゃあ切ってからコマーシャル入れましょうね。
20秒前ですね。はい、君は愛されるためという歌をお聴きいただきました。これはねとてもすごい歌なんでね、韓国でヒットして日本でもねとてもヒットした歌であります。タロスケさん、ゆずきさん、ありがとうございます。タロスケさんっていい名前ですね。私、あ、山内牧師様、今日も一日良い日でありますように、ありがとうございます。タロスケさんって、私はリョウスケって言われてますけれども、少量のリョウです。リョウスケ、タロスケ、いいね、ありがとう。ゆずきさんもありがとうございます。最後までお聞きくださったら嬉しいね。はい、今日はね韓国から、沖縄日本のために来ました。いい先生、ちゃん、先生、奥様とねお話ができて本当に嬉しく思います。先生たちの所属している教会の紹介をまずしたいんですけれども、名前がですね、主の香り、主イエスキリストの香り教会という名前です。場所が沖縄市の与儀にあります。先生、この名前をつけました。はい、はい、どうしてこの名前をつけました。はい、もちろん私はもう韓国にもいろいろとってもメガチャーチ教会があるんですが、はいはい、ちょっともう開拓された小さい教会もあるんですが、はい、恵みの教会が恵みじゃなくて、愛の教会が愛を持ってない教会がたくさんいますので、はい、全部人間、私たち自分自身が作られました。だから私は自身がなかったんです。だから私が沖縄に行って、神様、あなたの教会、この名前をちょっと作られてくださいませんか、私が祈りしました。でもね、びっくりしましたけれども、うん、私が真ん中に出るときに、私が東京へ歩いて行きました。とても大きなアパート団地があるんでしたが、この壁にとても大きな8491の、8491の数字が見えましてね、はいはい、ちょっと赤い字でした。だから私が朝早く行って、何ですか、なぜ神様電話番号ですか、私よくわからないよ。その時に私が布団を整理整頓する時に、一生懸命、必死的に死ぬまでに人々を救いしなさいよと、そんな感じが私にありました。これはあの、夢、幻、夢、そうですね、夢で神様が私に感動された。そして主の香りは、私は知人がないですから、ちょっと神様、沖縄にいる時に私が見たもういろいろ花がたくさんあるんですけれども、バラよりも、この地元が大好きなハイビスコスがあるんですけれども、ハイビスコスね、私がわざわざもう香料も、もう女性たちが解説する時にちょっとこれまた、これ香りいいね、ちょっと香水をちょっとたくさんつけますね。でもこのように、自由的に自ら発散するように、神様のこの御言葉が、香り、美しい香りがあちらこちらに出るように、この名前がいいんじゃないかな、だから主の香り教会に作りましょうと、このように作りました。いい香りが出せるようにね、はいはい、イエス・キリストの香りが出せるようにということでつけたわけですね。はいはい、でも先生、この8491ですよね、はい、8491はあのこういうふうに言えますよ。沖縄日本語で言うとね、はい、8491ですよ。はよ来いって、はよ来い、早く来い、早く来い、教会に早く来い、よかった、そうでしょう、ね、はよ、素晴らしい、だからそれでつけたのかなと思ったんだ、早く
来なさい教会に。そうですか、うん、はよ来い。どうもありがとうございます。今までカヤックもしませんでしたけど、ね、いいですよ、うん、沖縄はよ来い教会、はあ、早く来なさい、早く来なさい神様に。そうそうそう、とても素敵な名前ですよ。本当に嬉しいですね、はい、じゃあ、 私は昨日先生の、ね、教会に行きました、はい、眺めがいいですよね。合わせの海、あれは、中城湾って言うんですけどね、中条湾とも言いますけれども、中城湾が海が見えますよね。そうですね、とてもね景色がいいところで、庭もありますしね。はい、先生、電話、先生教会の電話番号はもう先生の携帯になると思うんですけれども、教えていただけますか。はい、はい、私の教会は私の携帯本ですが、はいはい、090の、はい、6858 6858、はい、3239です。3239090-6858-3239、はい、あ、いい番号もいいね先生ね。サンキューありがとうよね。早く来い、早く来て、ありがとう。Thank you. Thank you. ということで皆さんね、この主の香り教会一度来てみてくださいよ。とてもいいところにあります。東京ホテルでしたね先生。そうです、はい、東京ホテル の余儀にあります大きいホテルの近くです。もしその近くに来たらね、この携帯番号に電話して先生が迎えに来ますよ。 090-6858-3239 の番号です。ということなんですけれども、奥様にもちょっとお聞きします。沖縄好きですか。はい、最初は、正直、あんまり好きじゃないでしたけど、今は、住めば住むほど、ここは、愛らしいところだと感じされますね。そして、とてもいいです。いいね。でも先生、韓国は寒いでしょ、はいはい、沖縄は暑いよね、はい、暑いですね。暑いの嫌いでしょ、嫌いですね。そういう、この間アメリカ人の先生が来たけど、はい、とっても暑いって嫌って。あ、そうですか。ここは、もう夏が怖いほど暑いですけど、でも夏は本当の沖縄の美しさを見ることができるから、ですよね。これがもっといいです。海も綺麗よね。そうですね、空も綺麗しね、はい、はい、空も、沖縄の空が海よりもっと、美しいですですね、はい、それで今は好きになりました、はいはい、ありがとう。イー先生はどうでした、最初沖縄来た時は。私は夢に見たそんなこの景色でしたね。私も明かしする時にちょっと少しでも私が話しますけれども、私が夢で見たこのちょっと清める海と自然、風、三拍子が全部当たりましたね。とても私は良かったですよ。東京よりもとても自然な素晴らしい沖縄ここにありましたね。私びっくりしました。やはり神様ですよと、はい、私考えしました。夢に見た、幻に見た、はい、その通りだったんですね。そうですね。ああ先生今面白いこと言った。だいたい海が綺麗、空が綺麗、はい、でも風がいいって言った、はい、ね、はい、
そういうの先生初めてだね、うんうん、だからあの主の香りかもしれない、はい、さすがですよねじゃあ先生は、李先生はもう沖縄来た時から好きだった。そうですね、はい、こっちやはり私神様が送られた場所なんですよ、感謝しますし、うんうん、本当ですよ、うん、はい、うんですよね、いつでもどこでも同じように話します先生ありがとうございます、はい、でも先生素晴らしいね、幻夢でね見たところに神様、はい、あのまあ、使わした、日本語で言うと使わした、はい、生かした、はい、そしてそこでイエス・キリストの宣教しなさい、はい、ということですよね、はいはいはい、本当にね素晴らしいあの先生です。あの今家族は、先生と、奥様、奥様の名前はチャン・ヒースクですね、はい、奥様ですけれども、子供さんは、子供はじゃ娘一人、ね、娘一人、はい、娘さんが一人でもう何歳になりますか。今8歳ですけど、8歳、すぐ7歳になります。8歳だけど9歳に9歳になります。今小学校3年生ですが、8月になればちょっと4年生に上がります。4年生になるね、はい、昨日お会いしました。とても可愛いあの美しいお嬢さんで元気がありました。そうですよ、ちゃんと挨拶してくれましたね、はい、やっぱり家でも活発、はい、あいいですね、はい、ということで先生のお話をしてますけれども、先生は初めは沖縄に来たんじゃなくて東京でした、最初行ったところ。そうですね、1999年にちょっと私が、はい、1999年に、はい、韓国のロッテ株式会社がありました、ね、ロッテですね、はい、はいはい、だから研修をもらえた時に私が新宿、うん、そして武蔵浦に行ったことがあるんでしょうね、うんうんうん、はい、これが初めて日本に行った経験でした。あ、はい、そうしました。あの時はロッテにお勤めしてて、はいはい、で日本に研修に、はい、行ったわけですね、はいはい、そうです。それから次日本に来たのはいつになりますか。そしてちょっと2番目のちょっと大きな株式会社があるんですが、うん、LG、はいはい、LG ありますね。LG で私が通訳をするようになりました、はいはい、だからいろいろ仕事やもうちょっと技術提供、うん、そんなことがありましたので、うん、私が行ったり来たり しながら、うん、大阪から北海道まで行きましたね、はい、そうですか、はい、あのじゃあ日本ではあの長い何年お勤めしました、いました。もう大抵もう3年ぐらいかな。あ、3年ぐらい、はい、通訳でお仕事して、はいはい、でも日本の国も結構きれいでしょう先生。本当にきれいですよね、はい、桜も咲くしね、大好きですよね、あの秋は紅葉ってね、紅葉が、はい、北から降りてくるし、そうですね、あのある面で非常に不思議な国ですよ、うん、春は南から桜が上がっていくし、はい、あのは秋はね北から紅葉が降りてくるしね、うん、だから不思議な国だなって思います。それで、まあ、沖縄に来ることになるわけですけれども、はい、先ほどおっしゃいましたように、まあ、夢見ました、はい、寝てる時幻見ました、はい、そして沖縄に来ました、はい、それで最初は茶炭でした。そうですね、茶炭、はい、茶炭じゃなくてちょっと宜野湾に茶日沖縄教会がありましたね。 ありますね、はい、はい、あります、はいはいはい、あの教会に、はい、1年が1年いて、はい、あ、はいはい、1年が協力しました。あ、そして今のところに移ったのは、はい、もうまだ新しいかな、最近。そうですね、昨年2月にちょっと引っ越ししました。2月に、はい、じゃあ約もう1年
はい、今のところ1年ですね。北谷町で半2年間2年、はい、はい、そして容疑に1年になりました、はい、うん、そうですか。今教会は、先生がメッセージをします。そうですね、奥様は韓国語の教室を開いています、はい、ですよね。韓国語を教えています、はい、あのラジオを聴きの皆さん、韓国語を習いたい方ね、ぜひこの主の香り教会に来てください。ここで教えてるんですよね、はい、ここでね奥様が教えますよ。あの教えるお金いくら？まずは無料ですね無料無料ですよ。お茶も無料ですよ。お茶も無料、お菓子も無料、はい、みんな無料ね、はい、神様の恵みで、無料ですじゃあ行こうかどうですか。あの一応時間もありますから、ありますか、何時から何時まで教えてる？もう今は人数が少ないから1対1で、うん、もう相手の時間がもう、うん、良ければ、うん、もう時間合わせて、相手の習いたい人の時間に合わせて、はいはい、サービスがすごくいいねラジオを聞きの皆さん、今ですよ、習いたい時はね、奥さん先生が1対1で教えるってね、そうですね、もう習う時期はね、ただですよ、無料ですよ。ぜひね皆さん、まあ、韓国の言葉は先ほど奥さん先生から聞いたら、あの日本語と大体こう、文法が同じなんですね。ですから習いやすい、はいはい、ね、そうだそうですよ、ね、ですから韓国の言葉を勉強してね、あの韓国の映画人気あるのたくさんありますよね。そうですか。テレビも、はい、あの放送してますしね、はい、ぜひね皆さん習ってください。何よりもそのついでにイエス・キリストのことを勉強できますよね、はい、これがいいね、では、はいはい、ね、ということで、はい、主の代わり教会の牧師でイ・ウォン・サブ先生と奥様のチャン・ヒ・スク先生を招いております。では一曲聴いてからですね、またはい、いろいろお話をします。はい、続いての曲は You Raise Me Up です。どうぞお聴きください。大体こんな調子で泉さん、これ消えた、なこれね、なかなか難しいな、何でしょう、これを押すでしょ、削除して、うん、でもう一回これを押すんですね、でそしたら赤くなるので、うん、あ、これいいね、またこれと、したら、うん、あ、もう一回いい、はい、すぐ切れるので、あ、それももう OK で、あ、これで OK で、うん、お願いします。あと先生の証、はい、イエス・キリスト信仰を持った証ですね。ありがとうございます。ちょっと動かします。すぐ見えたの、あ、一応見えたらぶつけるんじゃないかって心配だった。よかった、ありがとうこういう、うん、感じで、いろいろな牧師先生にここに呼ぶんですよ。で、教会のお話で、あの先生方が自分の教会を PR する、
ですけど、先生もあの PR してください。ここがいいですよ、あっちがいいですだから来てください。本当はこれいいですよ先生。849です。こっちの後ろにちょっと説明があるんですが、ちょっと Q1 は救われる。あ、救われる。必ず救われるという意味ですね。でも先生の早来い、早来い、早来い、とてもいいですね。でも3Q はみんな、ありがとう。みんなにありがとう。ああ、みんなに。ああ、三人でしょ。ああ、三。ああ、三人。あ、みなさんに。ありがとう。ありがとう。いいね。いい番号だね、先生のね。これいいね。そうだね。みんなにありがとう。みんなに。あとコマーシャル入れますね。はい。私がインターネットで8491探してもいいないです、ないでした。 CM 入れます。20秒前です。あと1曲はかけられるかもしれんけど、一応準備しておいて。はい、ハイサイ協会デイビル FM 講座 76.1 メガヘルツから生放送でお送りしています。皆さんの身近にあります、本当に身近ですよ、地域にありますキリストの教会を紹介している番組です。教会の牧師さんや神父さんで、その誰が教会に行ってもいいの、教会何をしているのという、そういう疑問にお答えしながら、また、牧師さんや神父さんを招いて、そして人柄を紹介したりする番組であります。今日はわざわざ韓国からこの日本沖縄の地にイエス・キリストのお話をし、また皆さんの少しでもお助けに力になりたいということで沖縄に来ました。イ・ウォン・サブ先生と奥さんのチャン・ヒー・スク先生を招くことができました。とてもね、素晴らしいお話をしてますけれども、先生の教会は沖縄市与儀にあります、主の香り教会で、先生の電話番号がですね、もう今はだいたい携帯番号がいいと思うんですけれども、
090-6858-3239 この3239という番号も非常に番号でね、先ほど言いましたみんなありがとう、皆さんありがとうという 番号になってますね。で先生の教会は、先生が夢でね、見せられた通りで、沖縄8491というね教会でもあるんですね。8491ですから早く来いですね、早く教会に来なさいというあの意味でもあります。でもまた韓国の言葉でもね、非常にねいい数字なんですね。これは、はい、8491の志は、絶対的に必死的に魂を救うという教会使命宣言なんですね。91というのは、救うと意味だそうです。そうです、私たちはイエス・キリストを信じてみんな救われないといけませんね。全ての人間が救われることを願ってイエス・キリストは十字架にかかってくださいました。その十字架の愛を私たち沖縄の人に伝えているイ・ウン・サブ先生、奥様のチャン・ヒ・スク先生であります。イ先生がメッセージをします。教会の主なところをやりますけれども、奥様のチャン・ヒ・スク先生は、韓国語を教えています。なんと皆さんそれが無料なんですよ。お茶も出ます、もちろんコーヒーも出るでしょう、あのお菓子も出ます。どういうお菓子が出るかわからないけれども昨日私が行ったらとっても美味しいお菓子が出ました、ね、ですからラジオ聴きの皆さんね、今チャンスですよ。奥さん先生と1対1で、韓国語が習えますということでね、正式な名称は主の香り教会です。ではイ先生、先生がイエス・キリストに出会った証をちょっとお聞かせください。はい、先生ですね。私が神様を信じられる前にはちょっと難しくのはないですが、私が小学校3年生するときに、私が 1,2,3,4,5,6,7,8 も100まで数えながら、みんなものが出発の、この出発点があるんです。そして人生が終わる、なくなる、この、これもあるんですね。始めがある、はい、そうです、また終わりもある、はいはい、だから私果物大好きなんですが、なぜスイカとかいろいろ果物がもう青いとか黒いとか黄色いかな、ちょっと何かちょっと疑問が私持つようになりました。だから私がちょっと悩んでいる時に、医師の階段に座って一人で顎をこのようにして先生これ3年生の時、はいはい、すごいね、ちょっと寂しくに私が育った実感があるんですね。お母さんと離れて、はい、ちょっとおかしいな、ちょっと不思議なもう気持ちがあるんでしたね。はい、その時にちょっと隣に住んでいる友達のお家にいた時に、何が、今私が持っているこの聖書がありましたね、はい、だからこれを見ました。え、なんで小説ですか、とっても私がわからないもう見言葉がたくさん書かれていましたね。後でクリスマスの日がありましたので、教会に遊びに行った時にいろいろもうお菓子をたくさん私にくれました、はいはい、それから私の信仰は始まりました。だからここで、ああ私は自然に もちろん お母さんが私は生まれたんですが、これじゃなくて神様が世の中を全部創造されましたと感じられるようになりました。ずっとずっと、時間が流るほど、もう高校2年生とか、
二十歳するときにもう一回人格的にイエス様を受け入れるようになりました。はい、でも先生すごいね、小学3年生ですよ。混ぜていたのか分からないけれど、これが恵みですね。あ、本当ですね、はい、恵みですよ。その時に始めがあり終わりがあるということを考えた、はい、で、果物でも種から始まって、はい、木が出て花が咲いて、はい、なんでああいう果物ができるのか、はい、しかも赤いのもあれば、はい、黄色いのもある、はい、あ、それが不思議だったんですね。そうですね、はい、ああ、でも小学生でこう考えるのも不思議だねちょっとおかしいねちょっとおかしいでもやっぱり神様がそういう思いを与えたんですね、はい、それから先生、まあ、こう小学中学大人になって、はい、言ってやっぱりあのイエス・キリストを本当に信じるようになったわけですね、はいはい、いやすごいあの体験ですね。あのそれで洗礼を受けて、はい、あの教会に行きますよね、はい、あの先生はロッテ、はい、もう大きい会社ですよね、はい、で次 LG、はい、大きい会社、そうですね、会社勤めて、はい、いつ辞めたんですか、宣教師になるというのは。多分2000、はい、2000度にちょっと辞めましたけども、うん、私とても大企業にも他の人々が、私に対してちょっと羨ましいな気持ちを持っていますけれども、なぜ辞めました、うん、でも私はちょっと喜びがなかったんですね、あの働いている時に、はい、でも一流の会社、そうですね、辞め羨ましいですよ ね、 そうですね、だってそういうところに就職できた、はいはい、まあそうね、結局も高いし、うん、ね、確かに妬み入っただろうね、はい、羨ましい羨ましい、はい、あ、それでも先生喜びはなかったんです、ね、んです、はい、その時にちょっと何が心深くに、うん、あ、私ちょっと宣教師とか、うん、しもべの道を行きたいなちょっと感じがありました。もうそして後に私のお母さん、今は亡くなりましたけれども、うんうんうん、あ、お昼に礼拝を神様に捧げる時に、うんうん、私が白い服を着ている殿の方の後ろで、私がずっと下顔を、私の自分自身の息子の姿を見ました。あ、幻見たんですね、はい、お母さんが、はい、日記にこれも書かれてあります。あ、うん、私持っていますよ、うん、はい、だから私はこのように宣教師の道を行くようになりました。それをお母さんがもお話ししたんですか。はい、リキを私は今持っています、記録された。もう家内も今よくわかりますね、はい、思い出よ、ね、私それでお母さんが宣教師になりなさいと、はい、そんなことは話しませんでした。そういうことは、その話はしない、はい、でももう思いは心にあったんですね、はい、そうですね、だから神様が先生を、あの宣教師、牧師にしたかったんだね。はい、だからあのいい会社に勤めても喜びがなかったんです。そうですか。でも私はちょっと人格的にはちょっと牧師とか宣教師の役割をするもう人格を持っていないよ。本当です、うん、私も、うん、もう家内とお互いに話しするとき、うんうん、もう家内に話します、私は牧師するこの刺激持ってないよ、うんうん、本当ですよと話します、うん、もちろんもう他の人々にもこのように話します、うんうん、他の人々が私を見るときに、あ、あなたは宣教師なんですよと話しますけれども、うん、はい、私自分自身は私は無駄な人間ですよと話します、うんうん、先生は、うん、見たら、はい、こう見たらとても優しそうで真面目そうで、ね、いいね、素敵な先生ですよね。笑顔もいいですし、でも先生自身は自分の心は悪いって分かるんですね人間の心ってそうよね、みんな ね、私も含めてね、人間の心は悪いですよ。だから人間の心、自分の心をね、人に見せられない、そうですね、うん、
お腹も腹もそうね。そうですね。あの韓国ではどうか分かりませんけど、日本のことわざに腹が黒いってね、腹黒。はい、分かります。ね。はい。腹黒い私の腹も。うん、そうですか。だから人に見せられないですよ。うん、でも先生はそういう思いをずっと持っていて、でも先生謙遜ですごいね。いやいやいや、いいね、謙遜でじゃなくて、うん、本当の私の姿、うん、はい、私の、はい、顔ですね。うん、はい、でも先生あのとても正直ですね。普通ね、あのそう言いませんよ。うん、自分のなんていうの、自慢する、はい、本当誇るんだけどね、はい、先生素晴らしい。いえいえ、ね、私とっても足りないです。はい、こういうね、ラジオ機の皆さん素晴らしいね、いい先生、いいウォンサブ先生です。全然あの高ぶらないし、自分をいいように見せようとはしません。本当にありのままを見せる先生です。そういうね、素晴らしい詩の香り教会が沖縄市与儀にあるんですね。皆さんぜひ一度訪ねてみてください。とにかく行ったら分かりますけれども、本当にいい香りがしますよ。庭があってね、またあの海が、合わせの海が見えて、すごいいい眺めです。では先生、あの奥様にもちょっとお聞きしますけど、いい先生と初めて会った時印象どうでした？初めて会った時は真面目そうだなと思いました。うん、初めて見て、うん、あ、神様の人だかなと思いましたけど、うんうん、ちょっと、うん、あ、結婚する前にはもう、うん、もうなんかもうする問題とかがあれば、はい、もうあたりずっともう祈りしてから神様が答えて後で、うん、動きしましたね。でも主人と会ってからすぐ結婚しましたね。そしてこれが、うん、神様の御旨かなと時々もう今も考えてますけど、でもあの奥さんが、はい、あのいい先生見た時素敵だなと思ったんだ一応、はい、ね、最初はハンサムですもんね、かっこいいよ先生は。でも、うん、時間が流れて、うんうん、やはり、うん、神様の身もね、だと思いますね。そうよね。信じます、ね、うん。だって可愛いあの お嬢さんがね、生まれたんだから、あの神様の御心ですよ。ね、あの僕らもそうですけどね、夫婦はよく喧嘩しますよ。すよ、意見が合わないです。そうです。ね、でもこれ当たり前よね。そうですか。だってあのみんな人格ありますよ、はい、ね、私の家内も人格あるし、私もあるし、ね、うん、先生もあるし、はい、奥様もあるしね、うん、そこで意見が、ね、合わないということはありますよ、ね、でもそれでも、うん、どこかで受け入れていく、はい、ということですよね。こう先生たち見ていましたね、先生ハンサム、奥さん美人だから神様が引き合わせて、ね、くださって、ね、でもあの沖縄来た時先生結構苦労したでしょ、はい、ね、慣れるまでもそうですし、はい、ね、一番あの辛かったことは何ですか？今はもう5月になるともう5年になります。5年目ですね、はいはい、なりますけど、うん、言葉が言葉が、ね、韓国語より、ああそうなんだよね、話すのがちょっと難しいだから、ね、うん、人々に、うん、付き合う時、うん、ちょっと
通じなくない時も、うん、たくさんありますから、ああ、これが一番、ね、言葉がね、そうですよね、はい、今日は皆さんね、とても素敵な先生ご夫妻をお招きしました。いい先生からもうあんまり時間ないけど2分間で沖縄の皆さんに、はい、メッセージを。もう今日この永遠の命の養殖の放送を聞いているリスナーの皆さん、平安ですか？お金持っていても幸せし、健康になって喜びし、子どもたちが良い大学に行って心が楽しいことももちろん、とも幸せなことなんですよ。しかし多くの人生が世の中であまりにも重い荷物を背負って、その荷物を捨てようだけしますね。イエス様はその荷物を私のところに持って来てほしいとおっしゃいました。世の中に持って帰れと言ってくれませんでした。皆さん、どれほど大変ですか？苦しくて、死にたくて、挫折して、希望がありそうな世の中のようだが、結局みんなは死ぬのですね。しかし我らには復活したイエス様がいらっしゃいます。皆さんは旅人じゃないですか？旅人は、世の中の家と物質に執着しません。私も同じなんですよ。聖書チェガリア3章の2節に、ここにあるのは火の中から取り出された消えさしてはないか、我々は世の中という蚊にひげた木ですね。でもひげた木としても、教会に出てイエス・キリストを信じれば、皆さんが死んでも皆さんをイエス様が生かしします。これが永遠の命であり、復活であり、神様の恵みですよ。くずくずせずに近くの教会に出てください。そして私はお前の罪を取り去ったという御言葉がイレミアに記録されています。論理的に、道徳的に正しく生きるば、罪のないのではなく神を認めないことが罪ですよ。アメン。ありがとうございます。ちょっとすみませんね先生、ちょっとでもよく入ってるね。ありがとうございます。ありがとうございます。上手。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。